するしない。どうも、ひなたいこです。今回も MJ のサンマ打っていきたいと思います。最近皆さんどのようにお過ごしですか？私は相変わらず麻雀ばかり打っておりますが、サンマはなかなか上手くなりません。もっと強くなれるように、レッツ麻雀、レッツ MJ ということで早速いきたいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。トーナメントのさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラは三蔵、プレイヤーは親です。プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。そうですね、引きに期待するぐらいしかない手ですね。親番ですけど、手が悪い、手が遅い、サンちゃんてんじゃ辛い。一番最初に仕掛けるのは誰か。結構ね、ウーシャンテンの時も多いので、サンシャンテンだとちょっとよく感じる。ひなた、これでリャンシャンテンです、うんうん、これでね、一応ね、リャンシャンテンだね。ひなた、あっという間にイーシャンテン、うん、チートイツイシャンテンだね、うん、ですけど、ここはスルー。ですけど、イーペーコーの目もある。うん、パーピンつむぎ。ちょっとね、下茶さんが、もうドラ切ってるんですよね。ソーズ結構、いやいやみたいな感じで切ってて。あー、それがちょっと嫌だなーって思ったんですけど。果たしてここをしのげるのか？ここはドラを持ってきた。ここは一歩後退。中筋。うーん、ドラ切りたくないな。さあ、持ってきた。お、これだろ。いや、そうなんないよ。行ってみよう。追っかけ、親の追っかけだぞ。い、2枚見えのリャンゾタタンタンタンみたいな感じ進む。タタンタンタン早い早い。リャンゾリャンゾやんぞ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 。すごい速い、すごい速い、恐るべきスピードだ。流局、あー、すごい綺麗な手ですね。シャンポン待ちだ。あぶにゃあぶにゃですよ。なんかリーチの後のあのモーターの速さがちょっと恐怖だよね。一人リーチ打ってないと。ここからどのような手に化けるのか注目ですね。うわ、来た、ウーシャンテン。噂のウーシャンテン。国士はね、見ない。ソーズを伸ばしていって、あわよくば、ひなた、これでポイント鎮逸になるように打つ。すいませんでした。幻。連品現物。本当ですよ、しのげんのか私。どうする、どうする。トンが通った。下茶、ここは合わせ打ち。手も通ってる。さあ、この範囲に歯、ここはスルー。この手じゃさすがに。この範囲、ここも我慢。ここ9は2枚。ひなた、ここでは仕掛けない。あ、93回だ。あー、あー、高そう。対面、これは強烈なつも上がり。対面、さあ、コンスタートを切りました。リーチピングつも赤ドラ。ドラね、乗らなかったから満貫で止まりましたけど、綺麗な図ですね。ふぅ、頑張れ。
あーなんか面白いって、まだまだトップを狙えるポジションですよ。うんうん、そう思います。頑張りたいと思います。今回は、お、泣きますよ。これ本一の初ドラ1で、本一ならなくなっちゃった、ならなくなっちゃった。これ安全牌がないからちょっと前のめり。あ、もうね、はい、わかります。初ドラ1、ね、蹴れたのは嬉しいけど、あううこの間合いはドキドキ。何一曲、ドラは何、プレイヤーは親です。勝った。おお、ハイパイはどうでしょうか。すごいいい手ですね。はい、並びも悪くない。この模様に注目してみましょう。いいキャンティンですけど、ピンズがね、できればもう一声。重苦しい場になっています。天敗だけど、おっとここでリーチ。プレイヤーがどう出るか、ここは注目です。あ、これなら追いかけリーチ、追っかけリーチ。あー出た。電光石火の上がりと言ってもいいでしょう。一発赤、これでトップに浮上しましたよ。12000、親の満願です。さあ2着目と近い。何一曲、一本場、ドラは吐く、プレイヤーは親です。うん、トントイツ早い上がりを見せてくれました。親が吐く、いやどうつ制することができるのでしょうか。さあこの範囲に泣きたくないな。トン泣いた後の形が悪すぎる。ここも我慢、8キロ日向、これでリアンシャン点です。無理にね、引くよりは。あーちょっと待ってね、ボンかな、2枚目はボンかな。ここで仕掛けていく、これでだいぶ楽になりましたね。これちょっと面白い一打じゃない、リャンゾー気持ち悪くない。あーこういうの、こういうの、こういうのが嬉しい。あっという間にイシャンテン、 E1 がね、アンパイにもしたいからな。ちょっとね、安い手なんですけど、さすがにね、近いので。嬉しい変化、ちょっと高くなりましたね。お、上がれた。見事なツボ上がりでした。見事な上がりです。トンが開始、誰も止められない。これでちょっとずつ離れたか。でもね、タマは一撃で展望状況変わるので、もう一上がりぐらい狙っていこう。いやー、これは勢いが止まらない。一体どんな戦いとなるのでしょうか。これはいい手だ。ちょっと欲張りに行ってみます。あ、とりあえず何か行っちゃうか。早くもリアンシャン、ドラが嘘そうなんですよね。さすがにそこは逃したくないかな。切っちゃおうかな。つもぎりが続きます。ポーズ引いてもいいかな。あー、こういうのですね。これでもうここかな、ストレート。あ、泣きます。これは高めで、赤ウソは赤ドラになる牌なんで、ちょっとね、ペータケの仕掛けなんですけど。高くなる可能性があるから、泣く。ひなた、上がりきることはできるか。おっと、合わせて動き出した。踏ん切り。
場に緊張感が漂っています。どれくらいいるのかな、高いからな、入ろうか。ここで大きなロンの声、見事な上がりです。ボンバが増えてきたのでね。第1局3ボンバ、ドラは初、プレイヤーは親です。おお、全局は上がり、面白い形。いやー、これは勢いが止まらない。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。最悪初はさよならしてもいいけど、納得のいく形がいいな。あ、トイメン、いきなり仕掛けていった。マジか。小屋から泣かれると初わかんないからちょっと怖いですよね。ひなた、これでリアンシャンテンです。リアンシャンテン。どうしようかな、ドラ。ああ、この次の一手は出る。来ちゃう、先に。うん、おー、違うよ、これじゃないよ。ああ、ドラだ。ふぅー。まあまあ、でも、まあ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 。目いっぱい、目いっぱい。トップ目なので無理はしませんね。本当？私無理しない？現物のサピ、あと1枚しかない。あ、上がれた。見事なつぼ上がりでした。見事な上がりです。リーチかけた方がいいのかな。ダイヤをビンフドラねえ、これ、でも、いや、私は納得がいっています。4本場、ドラは2品、プレイヤーは親です。うわっ、見えてきた。プレイヤーのハイパイはどうでしょうか。高ハイパイだ、リーチ早そうですね。高ハイパイだ。結末となるのでしょうか。お、ドラ、ドラ、こうかな、いや、こっちかな。チェーンドイツかな。ウィンシャンテン、あっという間にイシャンテン。タイネオなら動きも取れるし。でも手出しでトントン超怖いですよね。シモちゃん、いきなり仕掛けていった。どこでも泣きます。これは別にいいかな。一体どんなドラマが待ち受けているのか。こうかな。多分メンちゃんだけどね、タイヤのパーツ多いし。シモちゃん、ここは合わせ打ち。あ、シモちゃん、ここで泣いてきた。盛り上がってきてる。ここは合わせ打ち。これは7間違いかな。ドラのね、場所は変えないんで。おお、ここで勘。おお、積もった。来ました、積も。見事な積も。いやー、ラッキーでしたね。いやー、勝でしたね。わあ。はい。ひなた、まさに大勝利。おお、今回トップ取れました。一着だけど、何上がったか、なんだっけ。見よう、確認しよう。トップだったので、今回のリンゴは4回回せます。今回は親の満願があったんですけど、ちょっと羽満球とかなかったので、これ以上の回しはないということです。早速4回行ってみましょう。何が出るかな。1、2、3、4。はい、1個目、65番。あった、
はい、25番。29番。あります、39番ありました。おー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 、わず1個。何番かな、何番かな。11はない。今回は2個、2個開いた。お、結構開いてきた。開いてきたけど、開いてきたけど、え、リーチにまだならないの？結構開いてない？これね、開いてる方ですよね。区間戦イーシャンテンが散らばってますね。ふん、なかなか焦らすタイプの感ですね。さあ、というわけで今回もビンゴは達成できず、さらに盛り上げていく穴ぼこになりました。動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。では皆さん、バイバーイ。